メギットの戦いは第一次世界大戦の中東戦線におけるイギリス軍とオスマン帝国軍の戦いの一つ。イギリス軍の攻勢によりオスマン帝国、ユルドルム軍集団は壊滅した。前年の第三次ガザ戦とそれに続く追撃戦によってエドモンド・アレンビー将軍率いる A、エジプト遠征軍はエルサレムを攻略した。1918年春。 イギリス軍は小規模攻勢を2度行ったが、どちらとも撃退される。アレンビー将軍は、さらなる攻勢を計画していたが、西部戦線において、ドイツ軍が、春季大攻勢を実施。これの余波を受けた、遠征軍は、西部戦線に、兵力の大半を送らざるを得なくなった。代わりに、インド軍による補充を受けたが、訓練未熟で実戦経験がほとんどないため、アレンビー将軍は、 再教育することを余儀なくされた。来たるべき攻勢作戦の構想は遠征軍司令官アレンビー自身から出された。8月1日、アレンビーは各軍団長に作戦構想を述べ、さらに9月9日に部隊命令第68号を発した。作戦の骨子は以下の通りである。まず優勢な陸軍航空隊が制空権を奪取する。ついで航空隊は オスマン軍の通信施設を破壊し、相互の軍の連携を困難させる。地上では、内陸部正面の第20軍団と東表のチャーター隊がぎまやかし行動によって敵を引きつける。そして、海岸部の第21軍団が正面を突破し、続く砂漠乗馬軍団がこれに交応して、突破正面より急進する。前年の第三次ガザ戦では内陸部から突破したが、 今回は海岸部より行うこととなった。対するオスマン軍はパレスチナの上級司令部としてユルドルム軍集団を置いていた。これを指揮するのはガリポリセンで有名を馳せた毒オットーリーマンフォン・ザンデルス将軍である。ザンデルス将軍は前任者の毒クフォン・ファル・ケンハインの好んだ機動防御よりも陣地防御を施行した。その防御計画は至ってシンプルで、 敵に土地を渡すことなくその場で固守するというものである。陣地を奪取された場合は、すぐさま予備隊による反撃を行う。しかし作戦レベルで見ると、もしもの時によるべき、第二戦陣地がなく、こしかしかいずれかしか選択がなかった。パレスチナにおける、イギリス軍の上級司令部としては、A エジプト遠征軍が存在していた。メギット戦時の遠征軍は大きく分けて、 第20軍団、第21軍団、砂漠乗馬軍団、チャーター隊、英空軍パレスチナ旅団からなっていた。第20軍団と第21軍団は、不評主体で、砂漠乗馬軍団は、乗馬兵中心である。チャーター隊は、オーストラリアニュージーランド乗馬師団を機関として、それに、不評部隊が付与された部隊である。ドイツ軍の春季大攻勢に伴う転出と、 補充により、遠征軍では、インド兵の比率が高くなっていた。総計不評5万6千、騎兵1万千、五百552門である。一方のオスマン帝国、ユルデルム軍集団は、大体に分けて、第4軍、第7軍、第8軍からなっていた。第8軍の霊下には、ドイツアジア軍団も入っていた。 1918年8月時点での不評戦力は4万598名だった。アレンビーはオスマン軍の戦力を不評3万2000、騎兵3000、過保370門と推定している。部隊配置は軍集団司令部がナザレ海岸部の第8軍は、テルカルム内陸部第7軍は、ナーブルス内陸部最翼の第4軍は、 エスサルトに司令部を置いていた。当時ユルドゥルム軍集団は物資不足と兵力不足に悩まされていた。1918年9月19日から25日までの作戦系火前段階としてイギリス陸軍航空隊は航空撃滅戦を実施してドイツオスマン軍機を圧倒、制空権を獲得した。またアラブ北部軍がヘジャーズ鉄道付近で 破壊工作を行ったため、ザンデルスは鉄道警備のために乏しい一部兵力を割り裂かなければならない羽目になった。9月18から19日間の夜、A、第20軍団はアレンビーがヨルダン峡国の低地に主攻撃をかけると信じ込ませるため陽動攻撃を行った。その間、第21軍団はヤインを利用して陣地から出て攻撃出発点へと移動した。 午前4時30分、イギリス軍は海岸部において強烈な砲撃を実施し、15分間にオスマン軍陣地に毎分千発以上の砲弾を浴びせかけた。オスマン軍砲兵もこれに応戦したが、その目標はイギリス軍陣地に向けられており、ほとんど損害を与えることができなかった。これと同時期よりイギリス陸軍航空隊は、 オスマン軍司令部及び通信施設の爆撃を行い、その一疎通を困難にさせた。移動弾幕者の支援を受けつつ、A、第21軍団不評は前進を開始。突破正面において、イギリス軍とオスマン軍の戦力比は12対1となっており、イギリス軍が圧倒的に優勢となっていた。一方、ザンデルスは全く状況がつかめていなかった。 午前7時から第8軍との通信が完全に途絶し、午前8時50分に、第8軍は状況報告を試みているが、ザンデルスまで届かなかった。2時間後、ドイツアジア軍団長、グスタフフォン・オッペン大佐から通信を受けて、やっと状況を知ることとなる。突破正面のオスマン第8軍、第22軍団は、イギリス軍の猛撃にあって壊滅し、 隣接するドイツアジア軍団も交代し始めた。こじ開けられた突破口から、砂漠乗馬軍団がナザレに向けて突進した。また、A、第21軍団第60師団は午後5時に、テルカルムを占領した。20日、A、第20、第21軍団によって、オスマン第7軍は圧迫されていた。北では、砂漠乗馬軍団が順調に前進し、エルランアフラ。 ベ産、ジェニンと次々にダッシュした。さらには、ザンデルスのいるナザレにまで攻撃をかけた。しかしザンデルスは午後1時15分、街を後にして退却した。21日、ついにナザレは A 軍に占領された。配送する第7軍の大部分は、ワディファー付近で、A 陸軍航空隊によって、襲撃を受けた。この攻撃は1日中続けられ、オスマン軍領は、 車両と火砲を置き捨てて改装した。25日までに、ハイハ、アッコ、ベーサン、サムックを、イギリス軍は占領した。チャーター隊は、アンマンを占領し、オスマン第4軍は、ダルアーに向かって配送した。オスマン第7軍及びドイツアジア軍団は、ヨルダン川を越えて北へと退却していった。オスマン第七軍は、壊滅状態であり、ドイツアジア軍団は、残存兵2戦で、 部隊統制を維持していたものの重火器を置き捨てていた。イギリス軍機兵部隊はダマスカスを目指してさらに前進していった。28日、A 第4インド機兵士団はダルアーにたどり着き、先に占領していたアラブ軍がオスマン軍負傷者を虐殺しているのを発見している。ザンデルスはダマスカスを守るため3個不評士団及び第3機兵士団を配置したが、 これらの部隊は戦闘と退却によって弱体化しており、イギリス軍を止めることができなかった。10月1日、ダマスカスは陥落。オスマン第3期兵士団は、公衛として戦って壊滅し、他のオスマン軍部隊は北方に向かって敗走した。イギリス騎兵はこれを追って、この頃からオスマン軍捕虜によりもたらされた薬病が、イギリス軍内に蔓延している。アレンビーは20日に、 ハマーの線で止まるよう命令したが、A 第5インド騎兵士団はこれを無視して進撃し、25日、アレッポを占領した。10月26日、ザンデルスは、アナトリアのあだ名まで軍集団司令部を交代させていた。すでに第4軍司令部と第8軍司令部は消滅し、メギット戦前の戦力としては、ムスタファケマルの第7軍と疲弊した士団のみが残っていた。 オスマン参謀本部は大慌てで首都方面及びカフカースより兵をあだなえ移送させていた。オスマン領の中心部において最後の決戦を行うべくザンデルスは準備していたが30日ムドロス休戦協定の締結によってオスマン帝国の敗北が決まった。メギット作戦が開始されてから38日間でイギリス軍は350マイル前進しオスマン帝国 ユルドゥルム軍集団を壊滅させた。イギリス軍の損害は戦死者782名、負傷者4179名、行方不明者382名である。イギリス側はオスマン軍捕虜76000名、下方360門、機関車89両を獲得したと主張している。オスマン軍の敗因としてよく言われることに、士気の低下がある。実際、オスマン軍捕虜は、 自軍の士気の低下、お粗末な兵団、戦争それ、自体に対する支援不足に不平を漏らしている。イギリス情報部は、アナトリア、カフカス、ヨーロッパの戦闘手団に比べて、パレスチナの兵員の質が悪くなっていることを指摘している。続いて、オスマン軍捕虜の士気は、ガリポリ戦の時より低下しており、アラブ人は特に悪いとしている。士気以外に3つの点を、 エドワード・エリクソンは指摘している。戦略的観点では、戦場がカフカスやガリポリのように守りやすい土地ではないこと、作戦レベルでは、イギリス軍が偽変と集中によって、前線付近での軍団規模の部隊の移動を可能にしたこと、戦術レベルでは1917年から1918年の間に、イギリス軍がその戦術を進化させていたことである。ザンデルズは、 ガリポリ選手か対戦での実戦経験がなく、いかなる犠牲を払っても、陣地を固守するとの認識を、メギット戦時にもまだ持っていた。一方、オスマン軍人に嫌われたファルケンハインは、対戦中盤のベルダン戦、ルーマニア戦域に参加し、戦争の様相が変わっていっていることを認識していた。つまり、土地に執着することなく強力な反撃によって、 敵を粉砕するという対戦後半のドイツ軍の考えにシフトしていたのである。ファルケンハインの指揮していた第3次ガザ戦では全ての師団レベルの部隊が壊滅するという惨状は避けられた。しかし柔軟な防御でなく固定的な防御をしていたメギット戦でのオスマン軍はイギリス機兵の大進撃を許してしまったのである。メギットにおける不評部隊、機動部隊、 航空隊というイギリス軍の三軍共同作戦は、後の電撃戦と似通っている。英軍事学者、ベージル・リデルハートは、結論として言えることは、メギットというすでに不滅の名前によって、永遠のものとなったこの勝利は、構想の雄大さのために、歴史上の出来事の傑作の一つとなったということで、あると絶賛し、アメリカ海兵隊は、ウォーファイチンにおいて、 メギット戦を高い気略性を持った戦闘であると、みなしている。エリクソン、P131 によると、転出したのは2個不評師団、9個機兵連隊、23個本国不評大隊、5個重砲兵中隊、5個機関銃中隊の約6万名。フォールズ、P447 作戦命令の全文は、フォールズ、P713 から15を参照のこと。エリクソン、 P142 エリクソン、P143 ペラート、PP23 から26エリクソン、P132 ホールズ、P452 エリクソン、P147。イギリス軍4個師団の8個、第1戦旅団24000に対して、オスマン軍2個、師団2000。ザンデルスの回想6サンダース、p 2 7十によると、この時期のパレスチナのオスマン軍師団は平均して、 小銃線3 0 0である。ザンデルスは海藻6サンダース P275 において午前7時ほどから第8軍との通信が寸断されたと書いている。エリクソン P148 は午前8時50分に第8軍がユルドルム軍集団司令部に状況報告を行ったが目的地に達したかは不明としている。ところが同著者のエリクソン P193 では、ザンデルスが、この報告を受けて即座に、予備隊を送ったが、少なすぎて、遅すぎた、と記述している。サムック攻略の際には、ベールシェーバ戦で、騎兵突撃を行った、グラント准将の号代 4K 騎兵旅団が、またも乗馬襲撃を実施して、これに成功している。ペラット、P81 エリクソン、P144 アメリカ陸軍の退役中佐。 湾岸戦争やボスニア紛争などに参加し、1997年、退役。2003年のイラクの自由作戦では、補修を受けて、第四不評手団の政治顧問をしていた。エリクソン、P200 ウペラート、P84 リデルハート、P224、北村厚志、北村愛子、アメリカ海兵隊のドクトリン P54。ありがとうございます。